ヨーエリムセベニ、ヨーエリカグタムセベニ中将、ヨリカグタムセベニ、1944年隊は、ウガンダの第七代大統領、1986年1月29日、現職。ムセベニとも表記される。イディアミン政権の転覆や、第二次、ミルトン・オボテ政権への反乱に関与し、1986年1月26日に、カンパラを制圧。 政権を掌握し1月29日に大統領に就任以来大統領を務める。北部を例外として内戦と腐敗の続いたウガンダで安定した政治と経済成長をもたらした。彼の在任はアフリカでの HIV、AIDS への国家的対応の最も効果的な事例の一つに数えれる場合もある。 1990年代半ばむせべには西側の新世代のアフリカの指導者に選ばれた。第二次、コンゴ戦争などの大故障地帯の紛争にも深く関わっている。ウガンダ北部では反乱により人道的な危機が続いている。2006年には大統領の参戦禁止規定の撤廃とそれに続く約四半世紀ぶりの選挙で野党からの批判を交わし、 約60%の得票で参戦を果たし、内外の関心を集めた。1944年に、ウガンダ南西部のウトゥンガモ県で、アンコーレ族の家庭に生まれた。生のムセベには、ウガンダ人の多くが、第二次世界大戦中に仕えたイギリス植民地軍の、王立アフリカ小獣隊の第七大隊ちなんだ、第七大隊の男の息子という意味である。 ミドルネームは牛飼いである父親のエーモスカグタからもらい、母はエステリコクンデカ、弟にサレムサレーとして知られるケーレブワンドゥワナホと妹にバイオレットカジュビリがいる。ムセベにはキャマテ小学校からムバララ高校及びナタレ学園へと進み、その頃に福音主義のクリスチャンになった。1967年タンザニアのダルエスサラーム大学に進み経済学。 政治学などを学び、過激な反アフリカ主義活動に参加しながら、古典的、マルクス主義者となった。彼は、大学で、大学生アフリカ革命戦線を結成し、ポルトガル領モザンビークのフレリも支配地域へ、学生代表団を率いて、ゲリラ訓練を受けた。また、ウォルター・ロドニーに学び、ムセベニはその修士論文として、脱植民地後のアフリカへのフランツ・ファノンの、 革命的暴力の適用性について書いた。1970年ベには、オボテ政権の情報機関に加わり、翌1971年1月、イディアミン大将によるクーデターを受け、タンザニアへ逃れた。アミンとオボテの権力基盤はかなり異なり、民族対立及び地域対立のもとになった。オボテは中北部のランゴ族、アミンは北西部のカクワ族出身である。 イギリス植民地政府は国内の軍の主力にランゴ族とアチョリ族を当て南部出身の民族は商業などで活動した。この傾向はクーデター当時まで続いておりアミンはカクワ族とルグバラ族を権力に据えランゴ族とその協力者であるアチョリ族を抑圧した。アミンに反対したランゴ族アチョリ族を主力とする亡命軍は1972年9月に タンザニアからウガンダに侵入し、大損害を被って退けられた。反乱兵の地位はその年のうちのタンザニアとウガンダの和平合意でより苦しくなり、ウガンダ攻撃のためにタンザニアの領土を使うことが否定された。ムセベニは1973年の旧国戦線結成までの短期間来たタンザニアの模試で大学講師を務めた。 同年8月元秘書で、スチュワーデスのジャネット・カタハと結婚し後4人の子を儲けた。1978年10月、イディアミンは、カゲラ州の領有を主張して、タンザニアに侵攻した。1979年3月24日から26日に、ムセベニラ旧国戦線は、反乱兵及び亡命者の模試への集結を図り、イデオロギーの違いを超えたうがんだ。 民族解放戦線が結成された。ムセベニは11人の執行委員の一人に選ばれ、議長にはユスフルレがついた。同時に28グループの代表からなる国民諮問会議も置かれた。アンデフは4月にアミン政権を打倒するためにタンザニア軍に加わった。ムセベニはアンデフ政権の国防省に選ばれた。またムセベニはユスフルレ政権の最年少大臣であった。 ムセベニが、九国戦線へと募集した部隊は、新国軍に吸収された。彼らはムセベニへの忠誠を維持し後の第二次、おぼて政権への反乱時にも、主力となった。1979年6月国民諮問会議は、内紛により、ユセフルレに変えて、ゴッドフリービナイサを審議長に選んだ。ビナイサも、権力闘争で地位を終わることになる。11月にムセベニは、 国防省から地域協力省へ転任し、ビナイサは軍を掌握しようとした。おいておジョク参謀長を解任しようとしたビナイサは、パウロムワンがムセベニ、オケロラのクーデターで逆に軟禁された。ムセベニを副議長とする大統領委員会は12月に総選挙を実施すると発表した。今日ではよく知られた人物であるムセベニがを結成したのはこの頃で、 おぼてのうがんだ人民会議、保守党、民主党などと戦った。アップックと DP が有力候補であると考えられた。公式結果は、アップックの勝利を宣言し、ムセベニのアプムは126議席中の1議席のみを獲得した。投票の信頼性に関し多くの不規則が妥協された。選挙計画では、委員長のパウロ・ムワンガ各候補が、 別々の投票箱を持つべきとしたアプックの主張を支持した。これは他の政党から投票の操作が容易になるとして猛然と反対された。不動票がアプックに流れた可能性もあった。一般に親アプックの北部ウガンダの有権者数は反アプックのブガンダと比較して少なかった。不正選挙の疑いが無ン画の公式発表までに広まり、 敗北した政党は選挙違反の例を挙げて、新政権の承認を拒否した。ムセベニは支持者と共に、バントゥー系が優勢である南部及び南西部の故郷に戻り、民衆抵抗軍を結成した。彼らは、第二次、オボテ政権と、ウガンダ民族解放軍への反乱を企てた。暴動は1981年2月6日に、中西部のムベンデ県の軍施設への攻撃で始まった。 プロは、ユスフルでのウガンダ自由戦士と統合し、国民抵抗軍となり、政治部門を国民抵抗運動とした。別の二つの反乱軍、ウガンダ国民救済戦線と、元ウガンダ国軍も西ナイル地方で、アミン支持者の残党により結成され、おぼての軍と交戦した。国民抵抗運動、軍は、長期政権のための十項の目標、民主主義の回復、治安、 国民統合の強化、独立の維持、独立して統合された自律的経済の確立、社会サービスの改善、腐敗と権力乱用の根絶、不平等の縮小、アフリカ諸国との協力、混合経済を掲げた。1985年7月までに、アムネスティ・インターナショナルは、おぼて政権下でのウガンダでの死者を30万人以上と見積もった。 CIA のザワールドファクトブックでは10万人以上としている。人権団体は1982年以来の人権状況を改善するようにたびたび抗議を行った。特に人権侵害が目立ったのはウガンダ中央部のルーエロ三角地帯であった。この期間のウガンダからの報告により、オボテ政権は国際的な批判を受け、ムセベニの反政府勢力への海外からの支援を増大させた。 ウガンダ国内では、北部出身者特に、ランゴ族とアチョリ族が優勢なアンラに対抗する、暴動への残忍な違圧に、NRA と共に、ウガンダの最大の民族であるブガンダが巻き込まれた。ミルトン・オボテは、ルーエロでの人権侵害を、NRA のせいにしたまま2005年に、亡命先の南アフリカで亡くなった。1985年7月27日アップック。 内部の派閥争いで、クーデターが起こりやチョリのバジリをオラライコールをケロ及び、元司令官のキトをオケロがオボテに変わった。これに対し、ムセブニと NRMA は、第二次、オボテ政権に対する4年間の革命闘争が、人権侵害を重ねてきた信用ならない、アンダに、乗っ取られたと怒った。しかしこれにかかわらず、NRMA は、ケニアのダニエル・アラップモイ大統領を、 中介社代表とする和平交渉に臨んだ。8月26日から12月17日まで続いた交渉は不評かつとげとげしいもので合意による停戦はほぼすぐに破綻した。ナイロビで署名された最終合意は停戦。カンパラの非武装化 NRA と政府軍の統合及び NRA 指導部の軍事評議会への吸収を求めた。これらが満たされることはなかった。 最終合意の見通しは、ケニア代表団のウガンダの状況理解の不足や、適切なウガンダ人の不在、国際的な要因を含め限界があった。結局、ムセベニと完全な軍事的勝利を達成する能力があった NRA、尊敬ならない司令官と権力を共有するのを拒んだ。ムセベニは和平交渉の間におけるの軍事政権を支持して、 ザイール軍を介入させようとした、モブス将軍の機嫌を取った。それでも、1986年1月20日、ザイール軍は、イデアミン支持者の数百人の部を伴いウガンダ領に、侵攻した。これらの部隊はザイールで、秘密の訓練を受け10日前に、オケロからの要請を受けない線に干渉した。このことは後に、ムゼベニが第一次、今後戦争に介入する契機とな、 しかしすでに NRA は次の段階に進んでいた。1月22日までには、反政府軍が南と南西から進軍した時、カンパラの政府軍は大量に拠点を放棄し始めていた。25日ムセベに率いる党派はついに首都を制圧した。NRA はオケロ政権を倒し、翌日勝利を宣言した。 3日後の1月29日、ムセベニーは大統領就任を宣言し、イギリス生まれのピーター・アレン司法長官により、就任式が営まれた後でムセベニーは、これは単なる軍の交代ではない、根本的な変化だ、と述べた。そしてウガンダ国会の外に集まった数千の群衆に対し、アフリカの人々、ウガンダの人々は民主的政治の権利を与えられている。 それは特定の政権の行為によるものではない。主権を有する人々とは政府ではなく公衆でなければならない。と演説した。ウガンダのアミン以降の政権は腐敗、派閥抗争などで秩序回復の困難さを示し大衆的な合法性を得られなかった。ムセベには新政権が同じ目に遭わないために同様の過ちの繰り返しを避ける必ずがあった。NRM は 前任者たちより幅広い民族的基盤を形成した上で4年間の暫定政権であると宣言した。それにもかかわらず様々な派閥の代表が無勢弁にによって制選された。ウガンダのそれまでの歴史に影を落とした派閥間の暴力は政党活動と政党が民族的に異なる支持基盤を持つことを制限することを正当化させた。無党性により政党そのものは禁止されなかったが、 直接選挙で候補者を選ぶことはできなくなった。ムセベニが全てのウガンダ人に従うことを求めたいわゆる抵抗運動体制がこの20年間のうがだ政治の基礎となった。村レベルから直接選出された抵抗議会の地方議会制度は地方の問題を扱うために設置され固定価格商品の公正な分配も行う。抵抗議会議員の選挙は 多くのウガンダ人にとって様々なレベルでの権威主義的であった。この数十年間で初めての民主的な経験となり、権レベルまでの同様の構造が5段階繰り返される。仕組みにより人のよりハイレベルでの政治への理解を助けた。新政権は外交的にも広範な支持を得て、内戦による経済的な損失やハイパーインフレなどに対し国際収支統計などの 経済概念を導入して対処した。マルクス主義思考を捨て、IMF や世界銀行の新自由主義の構造調整を受け入れた。1987年からは、IMF の経済復興計画を導入した。成長、投資、雇用、輸出の拡大のためのインセンティブの回復、輸出拡大のための貿易の多角化、私企業の成長促進のための規制緩和と、高企業の民営化、 あらゆるレベルでの貿易の自由化などが行われた。政権獲得後もムセベニーは NRA の総司令官の地位を維持した。ケニアのモイ政権は当初新政権がケニアの反政府勢力を支援している疑惑を持った。緊張が高まり1987年末には国境のブジアで軍事的な衝突のない睨み合いが起こった。内陸国で インド洋へのアクセスをモンバサ港に依存しているウガンダにとっては、いかなる国境封鎖も経済に打撃なった。オボテ政権へのゲリラ闘争の間 NRA は国籍を問わず戦闘に参加する兵士を集めた。オボテ政権による亡命ーールワンダ人への迫害は彼らの NRA 加入の弾みになった。ムセブニ政権の初めの数年間には、数千人のルワンダ人がその地位を維持していた。 九百九十年九月三十日の夜、NRA の四千人のルワンダ人兵士が、密かに兵舎を離れ、他の部隊と共に、ルワンダ領へ侵入した。ルワンダ愛国戦線は、NRA の内部で細胞を用いて、多数の成員を行動させていたことが後に、判明している。RPF は、ジュベナール・ハベアリマナ政権に反対する、ルワンダ人亡命者の組織で、ムセベに及び、 NRM と結びついていた。アンコーレ人の暇であったムセベニは、ハム仮説により、ウガンダの土として、自らを土と結びつけ、同胞が苦難の中で慰めを得られるように中心的な役割を果たした。RPF の指導者の中には、フレッド・ルーインゲマや、ポール・カガメがいたが、彼らは NRM の創設メンバーでもあった。進行当初、ムセベニとハリアリマナは共に、 米国での国連サミットに参加していた。この RPF の動員タイミングは、RPF を止めるには遅すぎるとなるまでムセベニが現地を離れていられるように図られたものだという説がある。ルワンダ軍は、ベルギー、フランス、ザイール軍の助力を得て、ようやく RPF を撃退した。1990年9月の進行に関し、ムセベニはこれを共謀したかまたは、 軍の統制を失っているか、もしくはその両方であるとして非難された。RPF は、ルワンダとウガンダの国境にまたがるビルンガ山地に溶け込んだ。ハビアリマナ政権はウガンダが、RPF に領土を広報基地として使わせていると非難し、ウガンダの国境付近の村を砲撃した。ウガンダも反撃したと広く信じられているが、これは多分 RPF の拠点を守ることになったと思われる。 この戦闘で6万人以上が家を追われた。両国間で安全保障条約が結ばれ、両国はお互いの国境沿いの治安維持について協力することで合意したが、再起した RPF は1992年までにルワンダ北部の他を占領した。ムセブニは1991年及び1992年にアフリカ統一機構の議長に選出された。 1994年4月ハビアリマナとブルンジのシプリアン・タリャミラ大統領の乗った飛行機がキガリ国際空港上空で撃墜され80万人以上が殺害されたルワンダ虐殺の引き金となった RPF はキガリを制圧しウガンダ軍の協力を得て政権を握った1995年4月ウガンダは神の抵抗軍への支援を理由にスーダンとの 外交関係を断った。スーダンは逆に、スーダン人民解放軍への支援を非難した。これら二つのグループは共に、穴だらけの国境を行き来して行動している疑いがあった。ウガンダとスーダンの不和は1988年には始まっていた。アミン政権及び第二次オボテ政権時代には、ウガンダ難民は南部スーダンで保護を求めた。1986年に、 NRA が政権を握るとこれら難民は、西ナイルガン戦線や後のローラに加わるようになった。長期間にわたり、ムセブニ政権はスーダンを、ウガンダの安全にとって、最大の脅威と見ました。NRM は、治安と人権の回復を掲げて、権力を得た。10の目標のうちにも挙げられており、ムセブニは就任演説の際にも、我々の計画の2点目は、 人と財産の安全保障である。すべて、ウガンダ人はどこであれ、絶対に安全に暮らさなくてはならない。我々の安全を脅かす者は、いかなる個人及び集団も容赦なく打ち果たされる。ウガンダの人々は我らの国土のうちの仲間の人間からではなく、我々を超えた自然に従って死ぬべきである。と述べた。しかし NRM がカンパラに新生計を発足させて、以降も、 反乱と戦闘が続きこの目が全土に及んだことはない。就任当初ムセベニーは支持基盤のバントー系の多い南部及び南西部から強い支持を得た。ムセベニーはこれまで政治的な発言の少なかった北東部の反憂牧民のラも人族とも手を結んだ。しかし、スーダンと国境を接する北部地域では混乱が続いている。西ナイル地方では カクワ族とルグバラ族のかつてのアミン支持者らによるアンフと、フナが活動していたが、モーゼスアリが第二副首相になることで戦闘を停止した。南部出身者による政府が立てられたことで、北部出身者は不安を覚えた。ランゴ族、アチョリ族、イテッソ族の反乱軍は NRA の強さに驚き、スーダン南部へと逃れた。アチョリのウガンダ人民民主軍は、 アチョリランドの NRA による占領を阻止できず、時期的な千年王国説を唱える、精霊運動を招いた。アップダと HSM の敗北により兵力は、神の抵抗組へと引き継がれ、ローラの被害は、アチョリ自らに及んだ。ムセブニは評判を回復するために、人権の尊重を訴えたが、NRM も少年兵の使用を非難された。NRA は、 公正さを認められるよう努めたがすぐに失墜した。ある村人は、ムセベニの部下が最初に来たとき、よく活動し私たちも彼らを歓迎した。しかし、彼らは人々を逮捕し、殺し始めた。と語った。1989年6月、アムネスティ・インターナショナルは、ウガンダ、ザ・ヒューマン・ライツ・レコード1986-1989、と題した。 ウガンダの人権報告書を発表した。それは NRA の部隊により遂行されたスーパの人権侵害を報告した。戦闘の最も激しい局面の一つの1988年10月から12月の間に NRA はグルの町とその周りの約10万の住民を強制移住させた。兵士は強制移住の際に 家や国葬を焼き数百人を長方器的に処刑した。しかしながら、アミンやオボテ政権の間に行われたような、系統的な拷問の報告は、ほとんどなかった。結論で報告書は、NRM 政権の人権の履行状況は、政権獲得後4年間で初期の数ヶ月よりどう見ても、悪化している。しかしながら、複数の評論家と観測者が、 大量の人権侵害へ逆戻りする傾向があるして、ウガンダは悪い政府の手で苦しめられる、要運命づけられているというのは事実ではない。として、いくらかの希望を伝えた。1996年5月9日、大統領選挙が行われ、ムせべには72.6%の投票率において75.5%の得票で、 超党派勢力連合のポールセモゲレレと新人のモハメド・マヤンジャに勝利した。内外の選挙監視団は投票の有効性を認めたが敗北した候補者たちは選挙結果を拒絶した。1996年5月12日ムセベニーは再び大統領に就任した。ムセベニーの選挙戦における主な武器は国土の大部分での治安と経済の回復だった。 彼の選挙対策本部が用いた忘れがたい選挙用のイメージはルーエロ三角地帯での頭蓋骨の山を表現していた。この領域の住民は内戦の間に苦しめられたこの強力なシンボリズムを忘れることはできなかった。他の候補は主要な訴えをむせベニのそれに匹敵させようと苦労した。むせベニは特に南部出身者に対して地域の言語を使用することで 政治的な訴えを広める目覚ましい能力を持っていると思われた。ムセベには指導力に磨きをかけるとの表現を用いて、権威の主に担う威厳のある人物であるように、自らを演出した。彼は適切な地域の口互的な言語で、尊重の意思と部族政治を超えることを示す目的で、英語、ガンダ語、ニャンコレ語、ツワヒリ語を流暢に用いた。大統領選に至るまで、 セモゲレレは NRM 政権で大臣を務めていた。ムセベニの抵抗運動に対する分け前を主張するよりも、ムセベニと NRM に挑戦することを選んだ彼の判断は、繊細な日和り主とみなされ、政治的な過ちとして扱われた。バガンダにとって、アプクとセモゲレレの同盟は、呪いだった。そうでなければ、バガンダは、民主党の指導者である彼を何らかの形で、 支援しただろう。またセモゲレレはムセベニがルワンダ人だと主張した。同様の主張は彼の出生地がウガンダイコールルワンダ国境に近く、民族的にもアンコール族がルワンダ人と近いこと、彼の軍で現ルワンダ大統領のポールカガメを含むルワンダ人が支配的であったこと等により批判者から繰り返し主張された。ムセベニは IMF の構造調整計画に沿って、歳出削減や国営企業の民営化等を行ったために、西側から称賛された。報道機関の自由は、アミン、オボテ政権と比較して拡大され、多くの民間の FM 放送局が1990年代後半に開局された。おそらく、ムセベニの最も広く注目を集めた成果はエイズに対する。 政府による初期の取り組みである。1980年代にウガンダは世界で HIV 感染率の高い国の一つであったが、現在のウガンダの感染率は比較的に低くなった。これは世界的なエイズウイルスに対する取り組みの中でも国家的に成功した綺麗であった。1998年4月ウガンダは7億 US ドルの支援を受け、 債務貧困国イニシアチブにおける最初の適切な債務軽減対象国とされた。ムセベには国家的な女性差別是正措置計画でも称賛され、約10年間副大統領に女性のスペシオーザカジブウェオ女性の大学進学を助成した。他方でムセベには女性の土地所有権の拡大、婚姻関係による財産共有の権利要求には反対した。 1990年代半ばムセベニはアフリカの新しい指導者の例と思われた。1997年のニューヨークタイムズの記事の一節はムセベニが西側のメディア、政府、学者から高い評価を受けていたことを示している。ウガンダは元ゲリラの運営する勢いのある時代となった。彼は権力と展望を確保して足取りを調整しながら指導力を振るう。 複数の外交官やアフリカ専門家が、ヨエリ系ムセベニ大統領は、アフリカを作り直す、冷戦時代を特徴づけた腐敗した強い男の、政権の終わりを告げる、イデオロギー的な運動を始めた。というのを聞くのも不思議ではない。最近、大陸の向こう側の政治学者は、ムセベニのことを、アフリカのビスマルクと呼んでいる。現在彼を、アフリカで尊敬されている。 南アフリカ大統領、ネルソン・マンデラ以外には引けを取らない、別の政治家とみなす者もいる。これらの寛大な評価はたびたび見直される。ルワンダ虐殺後、ルワンダ新政権は当時ザイールであった、今後民主共和国に逃れた元国軍兵士に脅かされていると感じた。彼らは、モブツの支援を受けていた。これに対しルワンダ政府とむせべには、ローラン・カビラの 反政府勢力がモブツを倒し権力を握るように支援した。1998年ルワンダとウガンダは今度は元は味方であったカビラを倒すために再び今後に進行した。この決定はムセベニと軍港官のみにより行われ、軍艦及び1995年憲法で定められた議会の承認得たものではなかった。ムセベニは 信仰に従事させる証拠を説得した。我々は、ルワンダ人の始めた戦争を完結させねばならぬ。そして我らの大統領は、時間を割いて我々が今後に取り分があると、納めさせたとある、上級将校は語った。ウガンダの介入の表向きの理由は、ルワンダ軍と協力して、DRC でのバニャムレンゲに対する、大量虐殺を止めることであった。 カビラは国境を閉鎖することができず、また民主勢力同盟が今後を広報基地としてウガンダで活動するのを許した。実際にはアブットフは今後イコールウガンダ国境には配備されず、戦線は国境から1 0 0 0トル以上、600マイル以上西で反政府勢力の今後解放運動を支援していた。このため、ウガンダ軍は ADF が市のートポータルに侵入し、 西ウガンダの刑務所を接収するのを防ぐことができなかった。ルワンダとウガンダの部隊は今後の豊かな鉱物資源と木材を略奪した。ウガンダをアフリカ危機対応構想の中心に据えるべく軍事援助を行っていた。米国のクリントン政権はウガンダへのすべて軍事援助を停止した。カガメとムセベニの関係悪化と緊張に伴い2000年にはルワンダ軍とウガンダ軍が 今後の起産金でサンド放火を交えた。ムセベには、イットリ紛争にも介入し、避難を浴びた。2005年12月19日国際司法裁判所は、ウガンダに、第二次、コンゴ戦争における人権侵害への保障を、コンゴ民主共和国に支払うよう判決を下した。北部と南部スーダンにおける、ウガンダ軍と SPLA、ローラとハルツーム政府の関係は依然として、 続いていたが、ハルツームとムセベニの関係改善により、相互の代理攻撃は停止され、ウガンダ軍が、通ー領内でも、直接、ローラを攻撃できるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。